では続いて岡崎さんの今週の注目ニュースです。ニュースとしては、はい、この株式市場の大混乱の中で三者会談というのが行われたんですね、はい、財務省と金融庁とそれから日本銀行なんですけどね、まあ、その中で新しく財務官になられた三村財務官が、まあ、日本経済は緩やかに回復してますからっていうので、まあ、緊張感を持ってマーケットを見てるっていう話だったんですが、よく視聴者の方とかいろいろ聞かれるのが、まあ、これだけ下がったから、買っていいですかと、まあ、株ですからね、大きく下げたところは買っていいですよっていう答えになるんですよね。で、あともう一つ、今マスコミメディアはですね、名前を付けたがってるんですよ。これ名前を付けると、まあ、それで終わったことになるんですけども、なんとかショックっていう言葉を付けたがってるんですけど、ね、うん、はい、ただそのショックという言葉を使っていいのかどうかっていうのは、これもう少し時間かけて歴史的な判断をしなきゃいけないということを今から説明するんですけども、何の話をしているかっていうと、はい、今回のこの31,900まで下がりましたけど、これが一過性のものかどうか、まあ、要するにショックに終わるかどうかっていうのは、その株価を見てても分かんないんですよ、変な話ですけども。何が決めるかっていうと、これ結局その三村財務官の話じゃないですけど、日本経済が決めるんですよ、うん、日本経済が壊れなかったら株は戻ります。でも日本経済が壊れたら株価はもっと下がりますっていう話をちょっと今から順番に説明していこうと思うんですが、はい、大事なことは日本経済が大丈夫かどうか、そしてさらに日本経済が大丈夫かどうかということは日本企業が大丈夫かどうかというところなんですね。例えばこのグラフを見てください。よく今回の株価の下落が1987年10月に起きたブラックマンデーと同じぐらいの幅だったと、うん、であの時は翌年88年の春には株価が新高値を取ったから、はい、だから同じように、まあ、年明けぐらいには新高値を取るんじゃないかっていう楽観論を、まあ、いとも簡単に語る人がいるんですが、そこはもうちょっと考えなきゃいけないところだと思うんです。それを説明するのがこの絵なんですが、これ青が日経平均株価で、左軸を見てください。1987年のブラックマンデーがこれです。2万6000円ぐらいから一気に2万円、2万1000円ぐらいまで落ちるんですね。で、それがこうずっと戻っていくんです。ただその時、日本の企業の業績はご覧ください。こんな風にじわじわと上がっていったんですよ。これ右軸で、これ指数化してます、はい、87年6月を100として指数化して、これは東京証券取引所の古いデータを加工しました。いいデータがなかったんで、一株当たり利益でこれ利益を表現してるんですけども、単体の、昔はなんて言いますかね、いわゆるこう連結の形でですね、子会社も含めた決算じゃなかったので本体だけで決算してたんですね。さらに単純平均しかないので、その当時1000社ぐらいあったかな、それの単純平均してるんですけども、要するに株っていうのは基本企業の収益から生まれてきますから、はい、例えばこのショックが、例えば金融政策によるショックとか地政学上のショックとか戦争とかいろいろあって、これはよくあるんだけども、いろんなショックがあった時に利益がこうちゃんと伸びてれば株価はこんな風に伸びていく、じわじわと、この時なんかは逆にですね、利益が伸びてたもんだから、しまいには89年12月3万8900円までとんでもないところまで行っちゃうという話なんですよね。同じように、ショックというのは最近もありました。例えばこのショック見てください。例えばこのあたり2015年これチャイナショックとかですね、ブレグジットショックというのを、松尾さんもこの番組に参加したから覚えてると思うんですけども、はいね、ドル円が100円割れちゃったりとかですね、何回かショックというのはあります。この時も2万円から1万5000円ぐらいまで落ちるんですよね、はい、しかしこの時代も日本企業はこんな風に利益を伸ばしていったんですよ、うん、利益を伸ばしていくとショックはショックとして終わる。要するに一過性かどうかっていうのを決めるのは株価ばっかりじっと眺めててもダメで、やっぱり経済のファンダメンタル、やっぱり企業の業績、ここにどう返ってくるか、これを見極めて判断しなきゃいけない。今回の3万1900円があそこがそこになるかどうかを決めるのは業績なんですよ、うん、業績さえ守れていればあそこがそこになるということになる、はい、なると思います。逆にショックではなくて下落トレンドになったケースをいくつか見てみたいんですけども、例えば金融危機の時です。株価はこんな風に落ちました。落ちて利益はそれさほど落ちなかったので、最初これがショックかなと思って2008年の春先にはこう戻るんですよ、はい、しかしこの後リーマンがあって、でその後業績がものすごく落ちて、逆にこの業績がもう半年前ぐらいに織り込む形でもうこれはダメだということで1万8000から半値以下に下がっていくという、やっぱり業績をどう読んでいくかという展開なんですね。
でさらにもっと一番見たくないようお見せすると、バブルの崩壊の時も株価がドカンドカンドカンと落ちました。でそれでもしばらく業績を保ってたんですね、日本企業。まあ、当時はまだ会計のやり方が違ってたというのもあるんですけどね。その後日本経済は本当に利益がどん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 半分、さらにその半分、4分の1ぐらい落ちていくんですね。で結局この株価の動きというのがこれを織り込む形で全然戻りませんでしたというこういう意味なんですよ。長い戦いになると思います。長い勝負です。まあ、1日1週間1ヶ月で判断できるものではないと思います。今回のこのショックが本当に一過性かどうかというのを結論を出せるのはもう間違いないですよというためにやっぱり半年ぐらいかかると思います。半年、ただ半年経ってたらもうちょっと我々もやることないんで、やっぱり毎週毎週大丈夫かな、大丈夫でないのかっていうのをチェックしていく。で今回の場合特に日本経済の上に、まあ、立ちはだかるのがアメリカ経済がちょっと不安になってるじゃないですか。これを見極めていく時間がこの8月相場、9月相場、おそらく10月相場ぐらいまで、まあ神経質な展開が続くかもしれませんけども、祈りたい展開はまだまだ続くかなというふうに思います。投資家の皆さんは、まあ、時間がかかると思ってあまり急がずに、あまり請求に結論を出そうとしないで番組を毎週見てもらいたいなと思います。まあ、このところ何回かマーケットアナライズでは秋までっていうのが一つね、ポイントになってるような気がしますけれども、時間を置いて、はい、冷静に定点観測していくという地道な作業が必要だと思います。はい、今週の岡崎さんの注目ニュースでした。さあではここで番組からプレゼントのお知らせです。世界屈指の資産運用会社インベスコが明かす世界株式王道投資術、エブリシングバブル終わりと始まり、地政学とマネーの未来2024から2025をセットで10名様にプレゼントいたします。応募方法は番組ホームページの応募フォームよりご応募ください。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。ふるってご応募ください。そして今日はセミナーのお知らせが2つあります。まずはですね、9月の6日金曜日に行われます名古屋証券取引所主催の名称 IR エキスポ2024の中で、鈴木さんと日清基礎研究所の矢島さん、そして大和証券木之内英二さんによる番組のミニセミナーを行うこととなりました。会場は名古屋市中小企業振興会館吹上ホールで、開始時間は午後の3時30分です。名称 IR エキスポのホームページのお申し込みフォームからご応募ください。セミナーは先着順となっております。お席に限りがございますので、満席の際はご了承ください。それからもう一つです。無料セミナーリアルマーケットアナライズのお知らせです。10月の5日土曜日、大阪での開催を予定しています。会場は梅田クリスタルホールです。ゲストには番組でもおなじみの矢島さん、黒瀬さん、高井さん、そして今日のゲスト鎌田さんにもお越しいただく予定になっています。こちらは番組ホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームに ご記入いただくか、お電話でご応募ください。応募多数の場合は抽選となります。どうぞご了承ください。そして当選者に関しましては、当選通知のメールもしくは当選はがきにてご案内をさせていただきます。こちらもたくさんのご応募お待ちしております。そして最後にもう一つお知らせです。 BS1212 では各週土曜日朝6時からマーケットアナライズコネクトを放送しています。投資を始めたばかりの人、新しいNISAの始まる準備をしている人、そして投資の世界を通じて経済や企業の知識を深めたいと考えている人などに、ぜひ見ていただきたい内容をお届けしています。次回の放送は8月の24日土曜日です。そして週間のマーケットをラップして投資の情報をお届けしています。こちらの YouTube は引き続き毎週お届けしていく予定です。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまたテレビ YouTube でお会いしましょう。さようなら。